サッカーにおいてサイドの守備を担当するのがサイドバックです。サイドバックは相手のサイドアタッカーに対する守備がメインの仕事ですが、センターバックほど守備の要という印象もありませんし、前線の選手ほどゴールに絡めるわけでもないので、地味な印象を持つ方もいるかもしれません。しかし、相手のエース級の選手とマッチアップして守備をこなしつつ、状況に応じてサイドを駆け上がって攻撃に参加することが求められますし、最近では中に入りながら味方のサポートをする中盤のような役割を担うこともある非常に重要なポジションです。そのため、攻守両面の能力が求められます。また、高い位置を取っているときに味方がボールを奪われた際は、カウンターに備えてダッシュで自陣に戻らなければなりませんし、逆サイドにボールがある場合は中央に絞る動きを行う必要があり、豊富な運動量が求められるポジションでもあります。特に最近はサッカー漫画青足の影響もあって、サッカー未経験者の方にもサイドバックの重要性が伝わりつつある気がします。そこで今回は歴代日本代表の名サイドバック特集を紹介します。名だたる名サイドバックを時系列順に紹介しますが、それぞれタイプも違うので、ぜひ最後までお楽しみください。まずは外国人として初の日本代表監督を務めたハンス・オフト率いるオフトジャパン時代。この時代のサイドバックとして有名なのが津波聡です。現在は解説者として活躍している津波ですが、現役時代は高い強度を持つ名サイドバックでした。津波は豊富な運動量で攻守に奔走し、果敢なタックルで相手の攻撃を阻止、攻撃時は素早いドリブルでサイドを駆け上がり、左足で高精度のクロスを上げるプレーを得意としていました。サイドバックに必要な全ての要素を高いレベルで兼ね備えていた津波でしたが、1993年の広島戦で左足首を負傷。それでも強行出場を続けた結果、7月には左足首の亀裂骨折が判明。試合出場も不可能な状況でしたが、津波の経験とファイティングスピリットが認められ、アメリカワールドカップアジア最終予選のメンバーに選出。骨折箇所にボルトを埋め込み、痛み止めの注射を打つことで無理やり練習メニューをこなしましたが、最終予選で出場機会はありませんでした。この狂気じみた津波の執念を題材にした作品から、津波は狂気の左サイドバックと呼ばれています。出場できない津波に代わり、J リーグで初めてスローインを投げたことでおなじみ、勝谷俊信が本職ではない左サイドバックで起用され、右サイドバックは堀池拓実が務めましたが、ワールドカップ出場は叶わず、ラモス・ルイや三浦和、森保はじめらと共にドーハの悲劇を経験しました。余談ですが、津波は読売クラブ在籍時に飛び出したゴールキーパーをカバーするためにダイビングハンドで相手のシュートを阻止するという事件もありました。今だったら確実に一発退場ですが、当時のルールではイエロー。時代を感じますね。ドーハの悲劇の後、オフトに代わってブラジル人ファルカンが監督を務めますが、半年で解任。その後監督を務めたのが日本人のカモシュウです。そしてカモジャパン時代でまずサイドバックのレギュラーを掴んだのが、左サイドバックの相馬直樹と右サイドバックの柳本博重です。狂気の左サイドバック津波が代表を退いた後、日本は左サイドバックの人材難に悩むことになりますが、その状況を吹き飛ばしたのが相馬でした。相馬はビルドアップ時には高い位置を取って組み立てに参加し、状況に応じては敵を抜き切らずに早めにクロスを上げるなど、高い判断力を生かしたプレースタイルで日本の攻守に貢献。一方、柳本は J リーグ時代にゴッツァンゴーラー武田信弘に弾き飛ばされたことで筋トレに励み、強靭な肉体を手に入れましたが、怪我に悩まされて日本代表で長期間活躍することはできませんでした。そして怪我で離脱した柳本と入れ替わって右サイドバックに定着したのが奈良橋明です。奈良橋は高い攻撃力を持ったサイドバックであり、藤田工業に所属していた1993年にはサイドバックにも関わらずアシスト王を受賞しています。カモジャパン後期には3-4-2-1のシステムがメインで採用されていましたが、両ウィングバックには左相馬、右奈良橋が鉄板でした。カモ監督が退任した後の第一次岡田ジャパン時代には、4バックと3バックのシステムが併用されていましたが、4バックの場合は両サイドバック、3バックの場合は両ウィングバックに相馬と奈良橋が継続して起用されました。日本にとって初のワールドカップとなるフランスワールドカップでも、相馬・奈良橋コンビは3-4-1-2のウィングバックとして全3試合にスタメン出場。クロアチア戦では相馬は積極的な駆け上がりからシュートを放つシーンも見られましたし、奈良橋もオフサイドさえなければ決定機というシーンも見られました。ちなみに攻守に活躍した相馬ですが、ジャマイカ戦ではスローインの際に手が滑ってファールスローを取られており、その24年後の2022年、相馬と同じ左サイドバックの長友もブラジル戦で似たようなファールスローをかましていて受あります。左サイドバックはファールスローしがちなのかもしれませんね。フランスワールドカップ後、岡田監督に代わって監督を務めたのがフィリップ・トルシエです。
トルシエ監督はフラット3と呼ばれる3バックのシステムを使用しており、基本的にサイドバックというポジションはありません。岡田監督は3バックを採用する場合も、ウィングバックにサイドバック適性のある相馬や奈良橋をそのまま起用していましたが、トルシエ監督はウィングバックにサイドバックタイプの選手ではなく、明神や望月などボランチタイプを好んで起用していました。しかし、2001年のフランス戦で0対5で大敗したことをきっかけに、守備の立て直しを図ったトルシエによって、右ウィングバックのレギュラーに定着したのが、鳩安博です。鳩は豊富な運動量と1対1の強さを生かした守備でチームに貢献。鳩は2001年の日本代表のほとんどの試合に出場しており、トルシエの指示にも忠実で安定感のあるプレーを披露していました。一方、大会直前にトルシエの指示をが無視し、オーバーラップを繰り返して決死のアピールを行ったのが市川大輔。市川は試合中にトルシエに何度もブチ切れていましたが、鳩を追い出してまさかの日韓ワールドカップのメンバー入り。ウィングバックにサイド系の選手を配置することが少ないトルシエでしたが、市川は2002年ワールドカップの日本代表で唯一本職の右サイドのプレイヤーとして選出され、チュニジア戦では高精度のクロスで中田のゴールをアシスト。指示を破って自分のプレースタイルを貫いたのが功を奏しましたね。日本代表の中でもかなり好きなエピソードの一つです。日韓ワールドカップ後、トルシエ監督に代わって監督を務めたのが元ブラジル代表のジーコです。この時代のサイドバックといえば、サントス・アレサンドロとカジ・アキラが有名です。サントスはブラジル出身の選手であり、留学生として明徳義塾高校に入学。清水エスパルスでプロデビューを果たし、2001年に帰化して日本代表に選出された経歴の持ち主です。ちなみに帰化前の名前はアレサンドロ・ドス・サントスであり、サントスという名前は自身にとって思い出深いブラジル、高知、清水の3つの都市を表しているそうです。サッカー好きに自慢できるうんちくコーナーでした。そんなサントスはブラジル仕込みの抜群のテクニックを生かした超攻撃的サイドバックです。簡単にマークを見失ったり、上がりすぎて裏のスペースを使われるなど、サイドバックとしては守備力に難があったものの、キレのあるドリブルや高精度のクロスで攻撃面で大きく貢献。2004アジアカップのバーレーン戦で見せた試合終盤に中澤のヘディングをアシストする絶妙なクロスは見事でしたし、決勝の中国戦で見せたダイレクトでのクロスもゴールにはなりませんでしたが、非常にインパクトのあるプレーでした。また、この時代のフリーキックといえば中村俊輔が印象的ですが、サントスが俊輔に代わってキッカーを務めることも多く、精度も非常に高かったです。また、右サイドバックのカジも豊富な運動量で試合中何度もオーバーラップを繰り返し、攻撃に厚みを持たせられる選手です。2005コンフェデレーションズカップのブラジル戦では、素晴らしい抜け出しから先制ゴールを奪うも、誤審によるオフサイド判定で取り消し、これがなければ、カジの名はさらに有名になっていたでしょう。また、ドイツワールドカップアジア最終予選のイラン戦では、28分に玉田の折り返しを押し込んで先制点を奪う活躍も見せました。アジアカップ優勝、親善試合ではイングランドやドイツ、コンフェデではブラジルといった強豪国と渡り合い、高い期待で臨んだドイツワールドカップでしたが、1分け2敗でグループステージ敗退となりました。完全に余談ですが、カジは大阪府箕面市でカジカフェを夫婦で経営しており、皿洗いなどを担当しているそうです。なんだかアルバイト感があって少し和みますね。ブラジルワールドカップ後、ジーコ監督に代わって監督を務めたのがイビチャ・オシムです。この時代も右サイドバックはカジが務めていましたが、サントスが攻撃力を生かすために前にポジションを移したことで、スピードが評価されて左サイドバックのレギュラーに定着したのが駒野雄一です。駒野は豊富なスタミナとスピードを合わせ持ち、高精度のアーリークロスで攻撃面でも貢献できる選手です。2007アジアカップのベトナム戦では、遠藤との連携で左サイドを崩し、中村俊輔のゴールの起点となるプレーも見られました。また、準々決勝のオーストラリア戦では、体を張った守備に加え、PK 戦で3番手を務めて見事成功させています。ちなみにこの PK 戦の際、見るのが怖くて、控室に引きこもっているオシム監督が可愛くて押せます。一方のカジも安定したパフォーマンスを発揮、UAE 戦では高原のゴールをアシストするシーンも見られました。準決勝でサウジアラビアに敗れて3連覇を果たせなかったものの、流動性のあるパスサッカーを展開したオシムジャパンの試合はどれも非常に見応えがあります。病気のため約1年で退任となってしまいますが、もう少しオシム監督のサッカーを見たかったですね。病気でやむなく退任したオシムに代わり、2度目の日本代表監督を務めたのが岡田武史です。そして岡田監督就任1試合目のチリ戦から右サイドバックを務めた期待のルーキーが、サッカー日本代表顔面偏差値ランキングでも1位2位を争うイケメン、内田篤人です。ちなみに内田はデビュー当時19歳305日、
当時の記録で第4位の若さです。内田はスピードと高い戦術理解度を兼ね備えた現代的なサイドバックです。高校2年までは攻撃的なポジションを務めていただけあり、攻撃センスも高く、ビルドアップの安定感も抜群です。日本代表デビュー直後はなぜか松木さんの当たりが強く、2008キリンチャレンジカップのシリア戦で、内田全然こっち見てない、いや2011アジアカップグループステージのシリア戦での、内田も来い内田もなど実況でよくディスられていましたが、その実力は本物です。南アフリカワールドカップアジア3次予選のバーレーン戦では、少しラッキーではあるもののヘディングで決勝点を決めています。また岡田ジャパン初期の左サイドバックはオシムジャパン時代から引き続き駒野が務めていましたが、駒野のポジションを奪って左サイドバックに定着したのが我らがブラボールイージアモーレ長友です。長友は身長170センチと小柄ながら、抜群のボディバランスと運動量を誇る選手です。試合を通して何度もオーバーラップを繰り返し、高い位置でボールを持った際はキレのある縦突破からクロス、さらに海外の屈強な選手に当たり負けせずに粘り強く守れる対人守備力の高さも魅力でした。足元の技術には多少荒もありましたが、抜群の身体能力でそれらの弱点を補っていた印象です。ちなみにこれ以降左サイドバックの選手があまり出てきませんが、これは長友があまりにも長期間絶対的な左サイドバックであり続けたためです。その後も長友内田時代が両サイドバックのファーストチョイスであり、両者ともに南アフリカワールドカップのメンバーに選出されますが、岡田監督はワールドカップ直前に守備的なスタイルに大幅な戦術変更、これに体調不良が重なり内田ではなく守備力のある片桐入さんこと今野が右サイドバックを務めるようになります。しかし今野も負傷してしまい、再度駒野が右サイドバックに抜擢されます。南アフリカワールドカップでは駒野といえば決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦で PK を外した印象が強いかもしれません。確かに PK は決めてほしかったのですが、 PK 失敗によってそれまでの駒野の貢献が軽視されている風潮が強いと感じます。駒野はスタメン出場を果たした4試合すべてで100回を超えるスプリントを記録、 PK を外したパラグアイ戦でも何本もクロスを上げていましたし、体を張った守備も光っていました。クロスの精度も高いですし、本当にいいサイドバックだったと思いますね。岡田監督に代わって南アフリカワールドカップ後に監督を務めたのが、連携を重視した攻撃的なサッカーを展開したザッケローニです。ザッケローニ時代でも左サイドバックは継続して長友が絶対的なポジションを確立。長友は南アフリカワールドカップ後にセリエ A のチェゼーナに移籍し、翌年には名門インテルに移籍、高い身体能力と抜群のコミュニケーション能力を生かしてイタリアの地でも成功を収めており、日本代表の中心選手の一人でした。一方右サイドバックはブンデスリーガのシャルケに移籍した内田がレギュラーに復帰、加入1年目からレギュラーとして活躍し、チャンピオンズリーグ準々決勝でのベストイレブンに選出され、クラブとしても日本人としても初となるチャンピオンズリーグベスト4を達成。この時代の両サイドバックのクオリティは歴代日本代表の中でもズバ抜けていた印象です。ちなみに左サイドバックは長友一強だったのに対し、右サイドバックの内田は怪我の影響もあって酒井宏樹や酒井豪徳が務めることもありましたが、万全な状態であれば内田の評価が最も高く、ブラジルワールドカップでも内田が起用されました。長友は2011アジアカップの準決勝では得意のオーバーラップから前田のゴールをアシストし、決勝のオーストラリア戦でも李忠成の劇的ボレーをアシスト、試合終盤でも強度を落とさずに攻撃参加してくる長友の存在は相手にとって非常に脅威だったでしょう。内田もサイドバックとしては非常に高い足元の技術を持ち、連携を重視するザックジャパンのサッカーに見事に適応。2013年に行われたオランダとの親善試合では、岡崎や本田、大迫との見事な連携から本田のゴールにつなげました。また個人的に大好きなのがブラジルワールドカップコートジボワール戦でのこのシーン、本田が前線でためを作り、内田が右サイドをオーバーラップ、内田は本田からパスを受けると球際で競り勝ってペナルティーエリアに侵入し、カバーの相手も左のアウトサイドで股を抜いてシュート、惜しくもゴールキーパーにセーブされますが、サイドバックにここまで攻撃力があるとかなり攻撃のバリエーションが豊富になりますね。ブラジルワールドカップでは1分け2敗でグループステージ敗退となりますが、高い攻撃力で強豪国と互角に殴り合うサッカーは非常にワクワクしましたし、長友内田の両サイドバックの貢献も非常に大きかったと思います。ザッケローニに代わって南アフリカワールドカップ後に監督を務めたのがハビエル・アギーレです。そしてこの時代も左サイドバックは安定の長友、一方負傷した内田に代わってアギーレ体制下全試合に出場したのが酒井豪徳です。酒井豪徳は日本人の父とドイツ人の母を持つハーフであり、フィジカルの強さと抜群の運動量が持ち味の選手です。
また右利きですが左足の精度も高く、両サイドバック、サイドハーフもこなせるポリバレントな選手でもあります。2015アジアカップでもライバルの内田が右膝の怪我で出場を辞退したため、長友・豪徳のコンビがサイドバックを務めました。しかしアギーレは八百長疑惑で半年も経たずに解任となります。その後日本代表監督に就任したのが花クソホジッチことハリル・ホジッチ監督です。そしてこの時代も左サイドバックは相変わらず長友ですが、右サイドバックは酒井宏樹がレギュラーに定着。左長友、右酒井を基本としつつ、酒井豪徳が両サイドバックのバックアッパーを務めるというスタイルでした。酒井宏樹は185センチとサイドバックとしては非常に恵まれた体格を持ち、高さ、アジリティ、スピード、スタミナ、パワー、エネゴリニの顔面全てを兼ね備えたタフゴリ系サイドバックです。花穂監督からも柔軟さと度量があって申し分のない選手だ、モンスター級のフィジカルを持っていると高い評価を受けていました。ロシアワールドカップアジア最終予選の対戦では鋭いクロスで原口の先制点をアシストする活躍も見せました。ちなみにホームの対戦では長友が伝説のルイージ・ヨコビーを披露しています。また井出口の劇的ミドルでワールドカップ出場を決めたオーストラリア戦でも、酒井は体を張った守備でオーストラリアの決定機を阻止。リーグワンのマルセイユに移籍して以降、酒井はさらに素晴らしいディフェンダーに成長しています。ちなみに長友は少しずつ衰えも見え始めてはいるものの、総合力で長友を上回る左サイドバックは現れず、不動のポジションを確立し続けていました。彼らの活躍もあって見事日本はワールドカップ出場を決めますが、本大会前のテストマッチで結果が残せず、選手とのコミュニケーション面でも課題が見られたハリル監督を大会直前にまさかの電撃解任となります。そしてハリル解任後、急遽日本代表の監督を務めたのがハイタッチを無視されがちな西野朗です。西野監督は少ない時間でチームを作り上げる必要があり、大会直前の3本のテストマッチでコンディションが良かった選手を中心にスタメンを組みました。システムは 4-2-3-1、 左サイドバックには金髪ゴリラ、2大会前から変わりません。変わったのは髪の色くらいです。そして右サイドバックのレギュラーを勝ち取ったのがエネゴリ酒井。長友と酒井は全4試合にフル出場を果たし、安定した守備に貢献。長友は2戦目のセネガル戦で奇跡のトラップでセネガルディフェンダー2人を置き去りにし、乾の先制点をアシストする神プレーもありましたし、酒井も積極的に前線に上がって攻撃にも絡みつつ抜群の守備力を発揮。特にセネガル戦のユスフ・サバリとのマッチアップは素晴らしい攻防だったと評価されています。ベルギー戦で惜しくも敗れてしまいますが、長友と酒井の両サイドバックはいいチョイスだったと思います。ロシアワールドカップ後に西野監督と代わって日本代表に就任したのがポイチこと森保はじめ。森保ジャパン発足時は左サイドバックはサンフレッチェ時代からの教え子佐々木翔、右サイドバックには当時 FC 東京でプレーしていた室谷聖などが起用されることもありましたが、アジアカップの決勝トーナメントやカタールワールドカップアジア二次予選では長友、酒井宏樹が起用されていた印象です。この2人のポジションを脅かす存在が現れるのはアジア最終予選、それが中山雄太と山根美希です。中山は当時オランダのズボレでプレーしていた左サイドバックであり、長友が大外のレーンを上下動するタイプのサイドバックであるのに対し、中山は中に入りながら味方と連携するプレーも得意としており、左利きでクロスの精度も高いです。加えて長友は年齢による衰えも見られ、昔のようなスピード感のあるプレーはかなり少なくなっていました。そのため長友ではなく中山をスタメンに押す声も非常に多かったですが、森保監督は固くなりに長友を先発起用し、後半残り10分あたりで中山と交代させる起用法を見せました。一方右サイドバックは酒井の怪我の影響もあり、ベトナム戦、オマーン戦では山根がスタメン起用。山根は酒井のようなフィジカルや対人強度はありませんが、その分攻撃センスに優れ、周囲との連携で中に入りながらゴールに絡むプレーが得意な選手です。しかし絶対的なポジションをつかむには至らず、酒井の復帰後は酒井が再びレギュラーに定着しています。そのため右サイドバックは酒井がファーストチョイス、山根は攻撃力が欲しい時のセカンドチョイスという序列が確定しましたが、問題は左サイドバック。最終予選のパフォーマンスから多くのファンの間で長友不要論が巻き起こっていました。しかしそんな長友の転機となったのが2022年6月に行われたブラジルとの親善試合。右サイドバック起用された長友はレアルマドリードに所属するブラジルの主砲ビニシウスを封じる守備力を披露。これ以降パフォーマンスも復活し、攻撃面での活躍は前世紀に比べると劣るものの、高い守備力でメンバー入りに猛アピール。最終的にサイドバックとしては酒井、山根、中山、そして長友が選出。長友は当時35歳、フィールドプレイヤーとしては日本史上初となる4大会連続の選出となりました。
さらに大会直前に左サイドバック中山が負傷、代わりに招集されたのはなぜか忍者町野だったため、想定よりもディフェンダーの選手が一人少ないメンバーで大会に挑むことになりました。そして皆さんご存知の通り、森保監督は本戦でここまでほとんど試してこなかった 3-4-2-1 のシステムを採用。左ウィングバックには前半長友を起用して守備的に試合を進め、後半に攻撃の切り札三笘を投入。また酒井の負傷の影響もあり、右のウィングバックには伊東純也の起用も見られました。森保監督の続投が決定しましたが、今後はシステムを従来の 4-2-3-1 に戻すのか、ワールドカップで成功した 3-4-2-1 を採用するのかは気になるところです。また長友は36歳、酒井は32歳なので、さすがに次の大会の出場は厳しそうです。次にレギュラーに定着するサイドバックが誰なのかは気になるところですね。今回は歴代日本代表の名サイドバック特集を紹介しました。サイドバックは直接ゴールに絡む回数は少ないですし、センターバックほど守備の要感もないので、かなり地味なポジションというイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、守備時にはエンバペやサラー、メッシなど、相手のエース級の選手を食い止める必要がありますし、攻撃時も前線のサポート、状況によってはクロスやシュートを打つこともあります。特に現代では大外のレーンを上下動するだけではなく、中に入ってボランチのようなプレーをするサイドバックも増えてきており、その役割は複雑化しています。サッカーの試合を見る際はぜひサイドバックの動きにも注目してみてください。また当チャンネルではこれまで宇宙開発やスローイン失敗、ルイージ横ビーなど散々長友をいじってきましたが、これだけ競争が激しい世界で10年以上左サイドバックのポジションを守り続けるというのは本当にすごいことです。現在142試合と日本代表通算出場試合数で2位につけていますが、ワンチャン1位の遠藤の152試合を超えそうで10あります。ここまで来たら頑張ってほしいですね。それではまた。